寺島宗則から1893年6月6日は日本の政治家。爵位は白爵。元は松木博康。通称は寺島改正後に東蔵と名乗った。日本の電気通信の父と呼ばれる。第四大外務卿として活躍した。天保三年、薩摩国出水軍出水卿、脇本村座、村あざ、浦の豪の 長野清州の次男として生まれる。5歳の時、後継ぎがいなかった叔父で、乱暴医の松木隆子保の養子師となり、長崎で乱学を学ぶ。校歌2年、江戸に赴き伊藤原木、川本みゆきみんより乱学を学び、安政2年より、中津藩江戸藩邸の乱学塾に出向する。安政3年、板書調べ書教授手伝いとなった後、帰郷し、 薩摩藩主、島津成明の辞位となったが、再度江戸へ出て、番書調べ書に復帰した。番書調べ書で蘭学を教える傍ら、安政4年から英語を独学し始め、安政5年に横浜で貿易実務に関わったことをきっかけに、翌安政6年から本格的に英語を学ぶ。文久元年には、英語力が買われて、幕府の剣王使節団の西洋、事情探索要員として、 福沢諭吉、三栗周平と共に抜擢された。文久二年、幕府の第一次権王施設に通訳権医師として加わる。この時、欧州でオランダ語が全く重要視されていないことを知り、英学派に転ずる。翌年に帰国して、鹿児島に戻る。文久三年の撮影戦争においては古代友厚と共にイギリス軍の捕虜となる。慶応元年、 薩摩藩遣いへ施設団に参加し、欧州を再訪。当中には、イギリス外務省との外交交渉などを行った。ユニバーシティカレッジ、ロンドン校内に設置されている記念碑は、当時関わった一人として、寺島宗則の名前を刻んでいる明治維新後、慶応施設での経験を活かして、外交官となる。慶応3年11月。 全国の土地と人民を朝廷に返還するよう求める反赤法官の憲白書を藩主の島津忠義に提出した。明治元年にはスペインとの日政修好通商公開条約の締結に関わり、同4年にはハワイ王国との日仏通商条約締結の際の日本側前権を任されている。明治5年、初代の在イギリス日本公使となる。明治6年、 参議権外務協となる。政府の財政難から完全自主権回復を目指し、諸外国との条約改正に臨み、アメリカとの交渉は良好に進むが、イギリスの反対やドイツ戦へ、スペリア号事件などもあって、条約改正への希望を挫折せざるを得なくなり、明治12年に外務協を辞職。その後、文部卿、元老院議長、在アメリカ日本講師、 数密顧問館、数密院副議長などを歴任した。明治17年には白尺に除され、翌年には東京学士会員会員となった。明治26年、62歳で死去。明治22年の数密院での憲法制定の午前会議において、当時数密顧問館であった寺島宗則は、議長伊藤博文の提出した憲法草案には、 帝国議会に発議権を付与する項目がないことを問題としこれを付与すべきと主張した。そして議論の結果、ついに憲法上に帝国議会の発議権を明記させることに成功した。議会勲章等は夏季薩摩の群像賞は57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が制作した薩摩藩英国留学生の像。 若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。妻の寺島元子松に広安に関するカテゴリー。ありがとうございます。